フーゴー・グローティウス、フーゴー・グローティウス、1583年、4月10日から1645年8月28日は、オランダの法学者、フランシスコ・デ・ビトーリア、と共に、自然法に基づく、国際法の基礎を作ったことから、国際法の父と称される。哲学者、劇作家、詩人でもあり、著書として、自由解論、戦争と平和の法などがある。かつて、 オランダで発行されていた1ギルダー紙幣に肖像が使用されていい。グローティウスはラテン語名であり、オランダ語フルネーム、融合ーーでグラトの読みは、秘宝、ホイフイコールデイコールフロートに近い。80年戦争が展開されていたオランダのデルフトに生まれた。父であるヤンは、ライデン大学でユストスリプシウスと共に勉強したこともあった。 幼年期のグローティウスはヒューマニズムとアリストテレス的な教育を施され、8歳の頃にラテン語の詩を書いて市長の父を喜ばせた。神道であった彼は11歳でライデン大学に入学した。グローティウスが入学した当時のライデン大学は北ヨーロッパで最もアカデミックな教育を行う大学として知られており、がライデン大学で活躍していた時代であった。 1599年、グローティウスはデンハーグで官職を得て、1601年にはコラント州の私学士研究員となった。1604年に初めて国際法に携わることとなり、体系的な国際法の思考を表した。そして、オランダ商人によるシンガポール海峡におけるポルトガルのキャラック船とその船の貨物の差し押さえの訴訟手続きに従事することとなった。 1603年、オランダの船員、探検家でもあるが、ポルトガル船サンタカタリーナ号を打破した時代とは、スペイン・ポルトガル同訓連合がオランダと交戦していた時代、80年戦争であった。ヘームスケルクは、オランダ東インド会社の子会社である、アムステルダム独立会社の社員として働いていたが、彼自身には、オランダ政府や東インド会社から権力を行使する権限を、 付与していたわではなかったが、オランダ東インド会社の株主は、ヘームスケルクがもたらした富を受け取ることを望んでいた。とはいえ、オランダ国内では、ヘームスケルクにおける、ダホの妥当性が問われていだけではなく、倫理面からも、オランダ東インド会社の一部の株主からダホによる、物品の獲得を拒否する動きもあった。もちろん、ポルトガルも、貨物の返還を望んでいた。 オランダ東インド会社の代表はグローティウスにこのダホにおける論賞を依頼することとなった。1604年から1605年にかけてのグローティウスの活動はデインディスと題された書簡にまとめられた。グローティウスは東インド会社によるダホの妥当性を自然法に求めようとした。1609年、グローティウスは自由解論、現代、マレリバームを表した。 グローディウスはこの本により、海は国際的な領域であり、すべての国家は海上で展開される貿易のために自由に使うことができると主張した。当時のイギリスは貿易においてオランダと競合関係にあったため、グローディウスの主張に真っ向から反対した。スコットランド人の法学者であるが英語で初めて海樹法について表した人物であり、 1613年には、グローティウスに対抗する形で、マレ・リバーム・イガー・アブリッジ・メント・オブ・オール・シー、ローズを執筆した。グローティウスはそれに反論する形で1615年、ディフェオ・キャプタス・クイーン対マリス・ラベリーやアッポニア・ティエー、ゴリール・モエラドを表した。1635年、ジョン・セルデンは、風鎖界論、現代、マレ・クラウス・サムにおいて、海は原則として、 陸地の領域と同じ適用を受けるものと主張した。海事法をめぐる論議が成熟するにつれて、海洋国家は、海事法の整備を推進することとなった。オランダ人の法学者である、コルネリウス・ファンバ・インケルス・フークが、辞書海洋試験論、第、デドミニオ・マリス、1702年において、陸地を守るために大砲が届く、範囲内の海の支配権。 領海はその沿岸の国が保有すると主張した。この主張は各国で支持され、領海は3マイルとするとされた。この論争は最終的には経済論争にまで発展した。たとえモルクカ諸島でナツメグとクローブを独占していたとしても、オランダは自由貿易を主張していた一方で、イギリスは1651年に公開条例を制定することで、 イギリスの港湾にイギリス戦績以外の入港を禁じた。公開条例の制定によって第一次英乱戦争が勃発した。グローティウスはホラント州の法律顧問であるの下で政治的キャリアを積むようになり、1605年にオルデン・バルネフェルトのアドバイザーとなった後、1607年にホラント州、ゼーラント州、フリースラント州の財務の管理者となり、 1613年には、ロッテルダムのとなった。私生活では、マリア・ファン・レーゲスベルゲンと結婚し、8人の子を設けた。ただし、そのうち4人は陽性。グローティウスが、オルデン・バルネフェルトの下で働いていた時代とは、スペインとの戦争状態が12年間休戦状態になった時代であった。1609年、オランダは、スペインとアントウェルペンにおいて、 12年休戦条約を締結した。この結果、オランダを覆っていた外観は取り除かれ、国際的地位は向上することとなった。一方、オランダ国内では改革派の予定説の解釈をめぐる進学論争が起きた。この進学論争の焦点はアルミニウス派、中心はライデン大学の進学教授、ヤーコブス・アルミニウスが、 予定説の解釈に対して寛容であることを説いたことに対して厳格に解釈することをホマルス派、中心は同じくライデン大学のフランシスクス・ホマルスが主張した点にあった。グローティウスやオルデンバルネフェルトをはじめとするオランダの上流階層、アルミニウス派を支持する姿勢を示していた。一方でホマルス派の支持層は南部諸州から逃れてきた改革派の亡命者や難民、 都市の仮想民などであった。結果、進学論争は、オランダ独立の過程での階級闘争、さらに国家と教会の間で、どちらが上位に立つべきかという国家論に発展した。1618年、ドルトレヒトにおいて、ドルと会議が開催された結果、ホマルス派の全面的勝利に終わり、オルデンバルネフェルトは1619年5月に国家反逆罪で処刑され、 グローティウスは逮捕されに収容された。1621年、妻の協力を得てグローティウスは脱獄に成功し、本一冊を胸に携え、一路パリへと亡命した。この本に関しては、アムステルダムのアムステルダム国立美術館とデリフトノがそれぞれ自ら所有する本が、脱獄の際に持ち出した本を所蔵していると主張している。 パリに到着したグローティウスに対しフランスをルイい三世は年金を与え、その生活をまかなった。グローティウスはフランスにおいて彼自身の著作の中で最も有名となる哲学の作品集を完成させるととなったのである。パリ滞在中、グローティウスは様々な分野で執筆作業を行っている。グローティウスは進学に関心を抱き続けており、 ペラギリウス派についての探求、1622年、ストバイウス、1623年、キリスト教の真理、1627年、アンチクリストロン、1640年、福音書、中海、1641年、旧約聖書中海、1644年と、表し続けた。その中でも、キリスト教の真理は6文節によって構成され、5教論の分野における、 最初のプロテスタントのテキストブックであった。グローティウスは、キリスト教の真理において、神が存在すること、神の唯一性、完全性、無限性、永遠、万能、全知、全く善であること、万物の原因であることを論証していった。もう一つが、戦争と平和の六1625年である。戦争と平和の法によって、 戦争が法による規制を受けるものであることを明らかにするという実践的目のための理論的道具としての自然法論を展開した格好となった。レモンストラント派の多くがオラニエコーマウリッツが死亡した1625年以降にオランダへの帰国を果たす中でオランダからの恩赦を断ってきた。1631年に一度ロテルダムへ戻ったことがあるが直後に ハンブルクへ走った。1634年、中仏スウェーデン大使として働く機会を得ることができた。当時のスウェーデン国王グスタフ2世やドルフは戦場で軍隊を指揮する際には絶えず蔵の中にグローティウスの戦争と平和の方を傾向していたとされる。グスタフ2世、アドルフの後を継いだアクセルをクセンシェルナもまた、グローティウスを中仏スウェーデン大使として雇用した。 グローティウスは1645年にその職を解かれるまで亡命期間中に利用していたパリの自宅を利用した。グローティウスの最後は突然であった。フランスからスウェーデンへの旅の途上、グローティウスが乗る船が難破し、グローティウスはロストックに漂着した。衰弱していたグローティウスはロストックで1645年8月28日に病没した。彼の遺体は 青春時代を過ごしたデリフトので眠っている。以下は英語版作成の際に採用されている参考文献である。日本語版作成において参考とはしていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。